鹿島港。鹿島港は、茨城県鹿島市、神栖市にまたがる太平洋に面した港湾である。港湾管理者は、茨城県、港湾法上の重要港湾、高速法上の特定港に指定されている。鹿島港は、鹿島臨海工業地帯に接する工業港であり、海外からの原材料、製品などの輸出入量が多い。鹿島港は、 鹿島灘と北浦に挟まれた砂丘を掘り込んで建設された掘り込め式港湾である。Y 字型に掘り込まれ、マイナス10メートルマイナス7.5メートルの岩壁がある。8バースがある南公共埠頭に加え、北公共埠頭の開発が進められている。鹿島灘に突き出した南防波堤は、 全長3940メートル、計画全長4800メートル、中央防波堤は全長675メートル、計画全長900メートルあり、両防波堤に挟まれた外交部は水深22から24メートルある。ここから幅600メートル、水深13から19メートル、長さ2.7キロメートルの中央航路が内陸部に伸び、 さらに Y 字型に分かれて、幅300メートル、長さ3.6キロメートルの南航路と、幅300メートル、長さ2.5キロメートルの北航路が掘り込まれており、岸壁の総延長は17キロメートルにも達し日本、国内最大規模を誇る。鹿島港魚釣り園では、海釣りができるほか、土日祝日には遊覧船、有利加号が運航されている。また、 ちょうど Y の字の左右に分かれる部分の港公園に展望塔があり、その上から港内を一望できる。苫小牧港、富山新港、田子の浦港などとともに、前日のように鹿島港は堀米式港湾の一つとして広く知られる。鹿島港は1960年昭和35年に東京から8 0キロメートル圏内に位置する 鹿島灘海岸南部に掘り込み式港湾を中心とした鹿島臨海工業地帯を造成する計画が策定され、1963年昭和38年に重要港湾に指定され、寄港された。旧運輸省によって建設された鹿島港は砂浜海岸に大型港湾を建設した画期的なプロジェクトで砂浜海岸に Y 字型に 世界有数の掘り込み港を建設し、掘り込み材に発生した土砂の一部は海岸線の埋め立て使われた。1965年、昭和40年に中央水路の掘り込み工事が開始された。中央水路は江戸時代末期から明治時代初期にかけて作られた掘割川を中心に内陸に向けて掘作され、土砂は南防波堤南側の南浜海浜地区や鹿島。 江北側の北浜地区、あるいは、河野池の埋め立てに利用された。しかし、中央水陸施策により浜道路の県道派先、鹿島線が閉鎖断絶されたことで、それまでの交通に著しい支障をきたした。そこで、堀米港湾の南岸、新芝浜と北岸、巨切浜を連絡する、県営の無料の渡し船、行き住みか丸が1966年、 昭和41年就航し、さらに翌々年には、第二足、住みかまも就航するようになり、1969年、昭和44年に発止されるまで、運航回数2万1506回を数え、鹿島港開発機の交通手段として、重要な役割を果たす。1969年、昭和44年に、佐藤総理大臣、三笠宮夫妻を迎えて、 鹿島港開港式典が盛大に行われ、その翌年の1970年、昭和45年に5万トン級タンカー、タイエーマルが初入港した。その後、港湾施設の整備が重点的に進められ、これに伴い鉄鋼や石油化学関連の取扱いが始まり、着実に発展してきた。1987年、昭和62年に、 東関東自動車道板タ IC の開通などにより、鹿島港の理性がより向上したこともあって、現在は鹿島港の堀米航路を中心に、鉄鋼、石油化学、治療のコンビナート群が形成されており、東日本有数の産業拠点港湾として、地域の経済、産業に大きな役割を果たしている。北航路の末端に位置する茨城県が管理する公共不当施設。 経流施設は C 岸壁から E 岸壁までのマイナス10メートル岸壁、延長170メートル3本を有し、最大1万トン級の船舶を経流できる。二さばき施設として9.3ヘクタールの二さばき地があり、E 岸壁にガントリークレーン2 0荷重30.5トン1機を備える。荷役のための保管施設にのずみ場11ヘクタールが併設される。 南航路の末端にある茨城県が管理する公共不当施設。経流施設は A、B 岸壁、延長183.2メートルに閉じ、H 岸壁、延長185メートルにまでのマイナス10メートル岸壁4本とマイナス7.5メートル岸壁4本、延長130メートル4の計8バースを有し、最大2万2000トン級の船舶を係留できる。 二捌き施設として、五面の二捌木地、合計約六十ヘクタールがあり、G 岸壁に引き込みクレーン式アンローダ、二役能力四百トン、h イ一と移動式、クローラクレーンなどを備える。二役のための保管施設に、のずみ1十ヘクタールを持ち、臨港道路に隣接する。茨城県が管理する、公共不当施設。新芝岸壁。 マイナス5.5メートル、延長300メートルを持ち、最大3万トン級の船舶3隻を経流できる、ほか、二サバ基地、0.6ヘクタールを有する。茨城県が管理する、公共不当施設。A 岸壁、マイナス13メートル、延長280メートルを持ち、最大3万トン級の船舶1隻を経流できる、ほか、二サバ基地の図見場。 4.5ヘクタールを有する。2011年3月11日に発生した東日本大震災の影響によりアンモニア不島へ通ずる海岸は崩落し、アンモニア不島の岸壁の大半は海中に沈降した。震災復旧工事が進み、2013年にアンモニア不島は復元された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。